世界首都ゲルマニアの模型南の中央駅から北を望む。途中の門が外線門で日本のメインストリート交差地点の北向かいにフォルクスハレが立つ。世界首都ゲルマニアとはドイツ首都ベルリンが広く国内外で世界の首都と称えられるようアドルフ・ヒトラーがグランドデザインを考え建築家アルベルト・シュペアが細部デザインを任された。 都市改造構想である。戦時下であっても、土地収容や工事は、並行して行われていた。ゲルマニア計画ジオラマを、アルベルト・シュペーアと共に眺めて、細部を見直すアドルフ・ヒトラー青年画家時代の、ヒトラーが1925年に描いた、巨大外線門スケッチ画小規模で設計、建造を進めながらも後に1933年に、アルベルト・シュペーアが、 総合建設計画、ゲルマニア計画として、本格的に具体化設計、建設組織を担ったベルリン改造計画の名称。欧州有数の大都会ながら建築の面では、地方的であり見劣りのしたベルリンを、ロンドンやパリをしのぐ世界の首都にふさわしい外観と、規模のものにしようとした大計画であった。シュペーアの改装録によれば、 独ソ戦開始時点のヒトラーの考えでは、1945年に戦争に勝利した後、1950年に世界史とゲルマニアを完成させて、自身は引退する予定であったと記述されている。肝心のドイツが敗戦したこともあり、完成を迎えることはなかった。計画初年である1939年より、 完成予定年である1950年までの11年間にいて、年に国家予算の約4%に当たる5億マルクを拠出、資金投入する見積もりが立てられていたとされる。膨大な支出に対する批判について、ベルリン市関係者に対しては、既存首都再開発案とは別案の存在も示唆して、 建制を行ったり、あるいは部分的に別名目化可能な工事には個別の財源から支出させることで国家財源支出負担額を減らす等、問題化を避ける方策を実行している。フリードリー・ヒ通りにとって変わる新たな南北住管メインストリートについても建設予定地の大半は比較的地価が低く沿道に社屋建設を望んでいた企業からも支持された。 それでも、閣内不一致覚悟で、反対の姿勢を崩さないルートビヒシュベリンフォンクロージク。増唱に対しては、大倉大臣には、この建築が国家にとってどんなにすごい財源になるかわからないのだ。ルートビヒ二世はどうだ城の建設費で常識外れの浪費家と言われたが、外国人の大部分は、それがあるから、ババリアに来るではないか、とヒトラーが反論し、一周されている。 世界史とゲルマニアの模型2本の大通りの交差地点、北向かいに立つフォルクスハレ、ヒトラー自身のデザインを元にしているゲルマニア計画では、東西横断メインストリートの西半分となる予定であった現在の6月17日通り、奥に東半分となる予定であったウンターデンリンデンとの境界であるブランデンブルク門が見える。サイズ比較、国家中枢区画、 外線門とベルリン王宮サイズ比較。フォルクスハレ、大ドームとベルリン王宮、大ホール戦後、東ドイツにより建設、開園、東西ドイツ統一後に民営化するも経営破綻。閉園した旧クルトゥアパークプレンターバルト、ベルリン市内に1941年頃に建てられた、コンクリートの筒状構造体、シュワービラスタングスコーポ。ゲルマニア計画で建てられる巨大建築の重さに、 ベルリンの土壌がどの程度耐えられるかの試験のために設置されたもの。戦勝記念とオリンピックヒューブリス。ガーディアン。 https://www.theguardian.com/.commentisfre/.2008/.orgust/.07/.olympic2008.architecture2018 年7月29日閲覧 .The House of s p i l l Still Rising on the Skyline.New York Times.https.www.neetimes.com.2003-02-27 World The House of Still Still Rising on the Skyline.html 2018年7月29日閲覧。ありがとうございます。